遠征打撃軍、遠征打撃軍、エクスパデシャネリストライクグループ、S グは、アメリカ海軍の戦闘部隊の一つ。通常、揚陸艦3隻と、水上戦闘艦3隻、潜水艦1隻、及び、揚陸艦上の海兵隊遠征隊により、編成される。通常、遠征打撃軍は、少々、一つ星によって指揮され、 アメリカ海兵隊の要員を含めると総員は5,500人以上になる。遠征打撃軍 S 軍は地上戦対応の海兵隊と海空戦対応の海軍部隊を統合することで他任務対応能力を獲得するという新しいアプローチによる任務軍レベルの軍事システムである。一隻の強襲揚陸艦を中核にドック型揚陸艦よび輸送揚陸艦、そして四隻の護衛艦。 ミサイル巡洋艦を中核として、水上戦闘艦3隻、潜水艦1隻から構成されており、揚陸艦は、海兵隊、遠征隊及び重数機の攻撃機、回転翼機、V、エストール機、護衛艦は合計で300発以上に及ぶ、核死ミサイル、艦対空ミサイル、対地、対艦巡航ミサイル、対戦ミサイル、弾道弾迎撃ミサイルと、ランプスヘリコプターを搭載し、 その火力の及ぶ限りの空間を制圧、支配できる。また、強襲揚陸艦の艦上に設置された、打撃軍司令部指揮所 TFCC には、ワシントン DC の国家軍事指揮センター及び直属の統合軍司令部との直通回線や、各種偵察、観測衛星からの通報回線が設置されるとともに、指揮下の全部隊についての情報が、 集中的に総合されており、指揮統制、情報活動のようとなる。s グは、従来の両用速応グループ、a r グに、水上戦闘軍、s グ g 及び、潜水艦を加えた編成となっている。その標準的な編成は、下記の通りである。ストライクという言葉が表しているように、従来の a r グが、揚陸艦と揚陸部隊からなる、揚陸戦部隊だったのに対し、 ミサイル寿命艦、2隻のミサイル駆逐艦、及び、ロサンゼルス級、シーウルフ級、バージニア級といった、攻撃型原子力潜水艦という複数の水上、水中戦闘艦が組み込まれ、これらが提供する372発から384発という、多数の搭載ミサイルよって、対地攻撃能力と、対空、対水上、対潜水艦迎撃能力が強化されている。 これにより、エスグは、陸海空の全域にその戦力を発揮できるようになり、空母打撃軍に並ぶ地方を得るに至った。エスグは、従来、多様な揚陸艦によって、臨機応変に編成されていたが、アメリカ海軍は21世紀初頭の現在、大型揚陸艦3隻とイージス艦3隻、原子力潜水艦1隻による編成への一本化を、進めてる。は、 護衛艦搭載のトマホーク武器システム TWS 及び揚陸艦搭載の攻撃機による対地精密集中攻撃能力海平遠生隊メウによる広域戦闘空間支配能力護衛艦搭載の戦闘システム及び揚陸艦搭載攻撃機による重心防御能力を達成したその要件は概ね下きのようなものである 遠征打撃軍の対地火力投射能力は、揚陸艦搭載の攻撃機、回転翼機、V、エストール機による航空攻撃能力と、護衛艦、ミサイル巡洋艦、ミサイル駆逐艦、原子力潜水艦搭載のトマホーク武器システムによる対地巡航ミサイル攻撃能力、そして、海兵遠征隊、メウの地対地射撃能力によって構成されている。攻撃機は、 操縦士自らが即応判断能力を有していることから情勢変化に即座に対応できる。また特に攻撃ヘリコプターは地上部隊に近接した敵部隊への攻撃も行うことができ固定翼攻撃機や TWS よりもはるかにきめ細かな火力支援を提供することができる。その一方、航空機本体だけでなくこれを運用するための莫大な航空設備が 必要であり、また、多数の人員、操縦士を前線に配置することから、敵の反撃による人的損害のリスクが高いという特性を有する。特に、S 部の攻撃機は、いずれもヘリコプター、または V、エストール機であり、比較的低速であることから、通常の艦上攻撃機よりも脆弱である。したがって、十分な防空能力を有する敵に対して、投入されるべきではない。 また、これらの機体の並走搭載量は、比較的少ないことから、航空攻撃の大きなメリットの一つである、瞬間的対火力発揮は期待し得ない。トマホーク武器システム、TWS は、敵の反撃による損害のリスクなしに、精密火力投射を行うことができる。また、ミサイル本体は、小型ゆえに飛探地勢が低く、また、事前に飛翔経路を入力することにより、 敵の対空砲火を回避することができる。したがって、海戦初日における敵の重要施設に対する精密、集中攻撃に適しており、エスグの航空戦力における、槍の穂先としての役割を有する。その一方、敵が十分な対空火力システムを有していた場合には、比較的容易に撃墜されてしまう上、即応性に劣り、また、火力の大量投射には不向きである。 遠征打撃軍においては、タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦及び RA ーーバーク級、ミサイル駆逐艦が MK37TWS を、また、ロサンゼルス級原子力潜水艦が MK36TWS を装備している。打撃軍全体での火力量は、その他の兵装の搭載量によって左右される。水上戦闘艦搭載の MK41、 VLS のセル数は打撃群全体で302から306セルであるが、多くの場合、このうち100から150セル程度がトマホークに裂かれている。その射程は、通常短弾頭、1000ポンドのトラム C で 1650km、四段運搬弾頭のトラム D で 1250km、タクティカルトマホークで 3000km である。 遠征打撃軍の水上戦闘艦は MK455 インチ砲を装備しており、これにより沿岸地域の敵に対して攻撃を行うことができる。艦砲射撃は上2車に対して投射できる非力量は大きく劣り、また射程が短いことから敵の反撃による損害のリスクが大きくなる上、制圧可能範囲も小さくなるというデメリットある。しかし一方で、 所要のコストが、全2社よりも、はるかに安く、また、持続的な火力発揮が可能であるというメリットもある。ことから、沿岸に敵対艦火力が存在せず、また、TWS や艦載機を投入しない、あるいはできないなどの限定的な状況においては、依然として、有力な選択肢である。海平遠生体は、その編成にリメートル榴弾砲をび、中、 軽迫撃砲を有している。これらは、通常、海兵衛星隊に対して、直接支援射撃を提供するために使用される。ただし、これらの火砲は、ヘリコプター、または上陸用衆艇により輸送する、必要上、いずれも、権威式であり、通常の陸軍部隊で広く使用されている、自走砲よりも、陣地転換速度に劣り、敵の大砲兵射撃に対して脆弱である。 また、迫撃砲については、対砲兵レーダーにより弾道を探知される危険性から、その脆弱性はより大きい。また、海兵衛星隊は、これらの間接小巡火力のほかに、対戦車ミサイル、自動的弾銃、汎用、軽機関銃、敵弾頭、小銃などの直接小巡火力、そして海兵隊員による近接戦闘能力を有してい。これらの火力は、 上述の核システムに比べて小さく、また多数の人員を敵に近接して配備することから人的損害のリスクが大きくなるが、紫外戦や治安維持任務などの大火力発揮が難な環境においては、エスグが有する最も有力な能力となる。これらの海兵隊遠征隊は、揚陸艦搭載の輸送ヘリコプター、あるいは上陸用集艇によって地上に展開する。 現在の揚陸艦は、いずれも1隻、または2隻のクック -19 エア、クッション型揚陸を搭載しているが、これらは、戦車1両などの重装備を揚陸することができる。また、長らく輸送ヘリコプターの主力として君臨してきた CH-46C ナイトは退役しつつあり、これよりも飛行性能に優れたティルトローター機である。 V-22 オスプレイの収益が開始されている。なお、重輸送ヘリコプターとしては、CH-53C スタリオンが引き続き、使用される。遠征打撃軍は、強襲揚陸艦の艦載機、および護衛のミサイル巡洋艦、ミサイル駆逐艦、ミサイルフリゲート、攻撃型潜水艦を展開することにより、その火力の及ぶ限りの海空空間を支配し、 また、自らに向かってくる脅威から身を守ることができる。遠征打撃軍が搭載する航空戦力は、通常、対地火力投射に重点を置いている。しかし、それらの攻撃機のうち、V、エストール機である AV-8B ハリアー2攻撃機については、最低限の対空戦闘能力を備えている。これらの能力は、基本的には、磁気防御に限定されたものであるが、 フォークランド紛争において見られたように、敵の航空攻撃能力が限定された状況においては、十分な対空戦闘能力として期待し得るもので、ある。AV-8 はアオン速、高火時のみ超音速の機体であるが、臨床性に優れており、また、AV-8B と呼ばれる機体は、中距離空対空ミサイルの運用が可能である。が搭載する AV-8 は、 通常の編成においては6機程度であるが、必要に応じて20機近くにまで増強することができる。なお、将来的には AV-8 は新型の回 -35B ライトニング中によって代替される予定である。これは超音速性とステルス性を備えており、これにより S 群の航空戦闘能力は飛躍的に増強されることとなる。ただし、 一方、遠征打撃軍のうち、護衛のミサイル艦は艦隊防空ミサイルシステムを備えているほか、それ以外の艦も短距離射程の股間防空ミサイルや近接防空火器、CIWS などにより最低限の防空能力を備えている。S 軍に配備されるミサイル艦はいずれもイージス艦である。 現在の遠征打撃軍の一般的な編成では、防空中枢艦としてのタイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦が1隻と、これに指揮される r ー,ーバーク級ミサイル駆逐艦が少なくとも1隻含まれている。また、揚陸艦も、改良型股間防空ミサイルシステム、アイプドムズ、MK31 ラムシステム、MK15CIWS といった自衛防空火力を装備している。 これらは現在 SSDSMK2 によって統合された戦闘システムとして再構築されつつある。これらの各機、艦が受信した情報は戦術データリンクを介して各艦 CIC 装備の GCCSM、そしてそれぞれの戦術情報を処理装置に入力される。これにより打撃軍全体が一体となった戦闘が可能となっているほか、 将来的には共同航戦能力も導入される。多くの場合、揚陸艦の搭載機には対戦障害機が含まれず、対戦船を展開するのは護衛艦及びその搭載機、そして潜水艦となる。ただし、強襲揚陸艦は必要に応じてランプスを搭載するほか、強襲揚陸艦艦上の TFCC は対戦戦闘においても指揮統制を担当する。 現在、遠征打撃軍に加わっているすべての護衛艦が、統合対戦システム、水上艦は、アン、S99-89、潜水艦は、アン、B99-5 を備え、また、DDG-51 級の後期立て増艦、フライトインアを除くすべての艦が、A ソナー、タクタス、ストスを備えることにより、遠距離で、潜水艦脅威を容撃することができる。 このうち、水上艦装備の S99-89 は、ランプス MK3 と連携しているほか、これらの統合対戦システムは、対空戦システムと同様にジョッツに連接されており、より円滑に、打撃軍全体で、対戦作戦を展開できるようになっている。一方、エソグが有する対水上火力としては、AV-8B 攻撃機、水上戦闘艦、 潜水艦から運用されるハープーン対艦ミサイルがある。これは最大で 200km 程度と比較的短射程であるので水上艦装備のものについては基本的には自衛火力として使用される。一方、潜水艦と攻撃機装備のものについてはプラットフォームそのものが秘匿性と機動性を有することから十分に攻撃的火力としての運用が可能である。また、 攻撃機は、誘導、非誘導の爆弾や対地ミサイル、潜水艦は、誘導、非誘導魚雷をも装備しており、対空、対戦戦闘力に欠ける敵に対しては、これらも、十分に、対水浄火力として期待しうるのである。また、海上治安活動時においては、S 部は、各護衛艦のランプスヘリコプターおよび、各艦の立ち入り検査隊、チームに加え、揚陸艦に乗艦する、 海兵隊員及び輸送ヘリコプターを使用することができる。これにより、エスグはより効率的に海上治安活動を実施することができる。地上戦闘において戦闘空間を占領、支配できるという特性は、エスグの特徴の第一のものである。任務軍規模でこの特性を保持した軍事システムは他に存在せず、これが s グが CVSG に並ぶ地方を確保するに至った最大の理由である。s グは揚陸艦に上艦した海兵遠征隊メウを有しており、これを任意の場所に輸送、揚陸させることができる。メウは一個不評大隊を機関とした歩み、砲、公、火の諸兵か混成部隊あり、編成の中に広報支援部隊、戦闘補給支援グループ MSSG を有する。 ことから、ある程度の機関は、独立して、戦闘を展開することができる。また、メウは、独自の飛行隊及び、砲兵部隊、またエスグ護衛艦の艦砲を及び、TWS による、火力支援を受けることができる。なお、メウは独自の特殊部隊を有し、また、メウ自体にも特殊作戦能力があることから、ムーツ任務への対応も可能となっている。遠征打撃軍においては、 エスグ高性格感想日のセンサーによる卓越した情報収集能力のほか、強襲揚陸艦が備える、機関機能及び資金とシステム、衛星通信及び戦術データリンクシステムによって、打撃軍外部からの情報もが、強襲揚陸艦艦上の TFCC に総合され、処理される。ゼリーオータトルが総案したコペルニクス C4。 アイコンセプトは、すべての情報を洋上部隊指揮官に集中し、その意思決定を助けることを主眼としていた。これを最大規模で体現したのが、空母打撃軍の TFCC であるが、遠征打撃軍 TFCC は、空母搭載機による情報が欠けている以外は、ほぼこれに準じた能力を有している。TFCC においては、作戦改定。 NMCC 及び UCC 司令部間で使用される GCCS と戦術海底、艦隊内で使用される GCCSM の両方が設置されており、ここに全海底の作戦情報が集中することになる。また TFCC には e g i スシステムに匹敵する戦術情報処理、表示システムであるアッコズも設置されており、これにより指揮下の全部隊と 戦術情報を共有し、適切な指揮を行うことができる。多数間の分散配備及び股間防御システムによる残存性。通常、S 群の各間は数回での距離をとって行動し、一度の核攻撃による全滅を避けている。また、構成各間は、それぞれ直接の脅威に対処できる最低限以上の能力を備えており、 容易に戦闘能力を喪失するリスクを抑えている。揚陸艦は、通常、上艦している、海兵衛星隊が数日間の戦闘を、継続できるだけの補給物資を搭載している。ただし、空母打撃群と異なり、編成内に補給艦を有していないことから、S ぐ単独での戦闘継続能力は、CVSG に比べるとやや劣っている。なお、一般的な編成においては、 S グ所属の水上戦闘艦の MK41VLS セル数は302から308に及ぶ。移動可能であるという艦船の特性に基づく、機動力、蒸気の要件を備えた、陸海空の統合戦闘システムが、数十ノットで移動し、任意の場所に展開可能であるということは、S グの最大の特徴である。この特性により、S グは、 予期しない場所で発生した事態に対してアメリカ合衆国が速やかに介入することを可能とした。陸海空のすべての兵士を有した任務部隊規模の介入部隊を即時に投入できるという特徴は政治指導者に対してより多彩な選択肢を提供している。アメリカ海軍と海兵隊では S を有事に際して即応できる体制にしており、 30から60日以内に6個 S グをメウを搭載した状態で戦域に到着できるとされていて別に90日以内に2個 S グを追加派遣が可能とされている。こういったことから速応性が高く攻守にバランスが取れた S グは空母打撃軍 CSG より使い勝手が良い部隊編成であるとさる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。